今はまたサイドを変えるようなボール、泉です。さあ上田綺世、上田右にセット、上田綺世、西川こぼれ球、待機、開始6分先制、鹿島アントラーズ。待機もよくついてましたね、はい、まあ、裏のディフェンス人はいたんですけども多少振られてしまった感はありましたね、ただまあこのボレーも簡単ではないんですけども、はい、外したですね、はい、裏の方は、はい、センター落とします、ヘディング、シュートです。ビエゴ・ピピカ、低いボールこぼれ球、柴戸が運んで背後へ、さあこれはうまく抜けてきました、秋元折り返し、ドンスンテは残して、これはまだプレーオンです。近いところでサポートするんですよ ね、うん、そうですね、これは腕にちょっとボールが当たったんでしょうか、うん、それとも動くようなアディショナルムーブメントはありませんでした。 PK です。いましたけども、ショルツのボールスピードっていうのが勝ってたと思いますし、まあ、結構間が空いたのでキッカーにとっては非常に難しい、ボール入るとチャンスは広がりますね。またニア、海輝のヘディングでした。今の狙ったんですね。今のはあの樋口と海輝のイメージ、その前のとこ入ってますから、まあ、比較的海輝ヘディングうまいんですよね、はい。ここで上田綺世が守備のスイッチを入れて後ろもついていったんですが、逆にピピカの脇を突かれました。さあキャスパーユンカー、ユンカー持ち出す、キャスパーユンカー、枠には飛ばせませんでした。少しあの広げられてる分コンパクトに守れてないですから、ありますからね、いいボールが入ればというところですね。岩尾が巻いてきます、流れた、決まった、ファウル。ヘディングクリアに行こうとした常本を後ろから、ピピカから右、常本。こぼれ球、回帰、西川。よく触りましただけども、まあ、西川もしっかりとねボールに反応して、まあ、お互いおっしゃー、ロックが落として、さあ松尾だ、松尾、関川、あー残った、松尾よく体に当てました、ジョンスンテ、ここ関川もよく戻りましたよね、まあ、ちょっとここでボールもたついた時に、まあ、ただコンスンでもねよく防ぎましたね、はい、まあ、シャルクとしてはボール自分の角度良かったですしね、欲しかったとは思います。かなりアレックス・シャルク、アレックス・シャルク、スルーパス、松尾が入れた、ファーサイド、奥もまだあります、ウサをクリア、まだあります、繋がって後ろから切り返し、岩尾だ、クロスだ、しびれるような攻防でしたね、うん、すごかったですね、今の両チームの柴戸、こうした柴戸上げ切った、大久保、ユンカー、これはユンカーが来た、試合終了、熱戦決着つかず1対1で終わりました。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe
push notification